はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。1988年にリリースされたエアジョーダン3、それまでリリースされていたエアジョーダン1、エアジョーダン2とは異なり、初めてジャンプマンのロゴが採用されたり、初めてミッドソールからエアが見えたりと、新しいデザインとなっている一足です。そのエアジョーダン3にアニマルプリントが落とし込まれたのが、こちらのエアジョーダン3アニマルインスティンクトになります。このアニマルインスティンクトなんですけども、一見アニマル柄なんでポップに見えるんですけども、使われている素材が毛なんですけども、その毛が高級感あふれる感じに見えるので、スニーカーでありながら結構フォーマルな印象が受け取れます。それでは早速アニマルインスティンクトを開けたいと思います。はい、早速開けてみたいなと思います。箱のデザインですけども、ジョーダンの写真だったりエアジョーダンの、素材が結構使われている、箱になります。で、今回ご紹介するのがエアジョーダン3レトロ SE のアニマルインスティンクトになります。はい、開けます。で、開けると、いつもの黒い包装紙と白い包装紙が入っています。軽く全体を見てみたいなと思います。素材は、黒い毛が使われています。で、アッパーは黒が多いですね。じゃあ外側です。で、内側はこんな感じです。で、終端部分は、こんな感じですね。黒いメッシュ素材ですね。はい。で、内側も、黒いメッシュ素材になっていますと。終端裏はこんな感じですと。で、アウトソールは、はい、こんな感じです。では、早速開けてみたいなと思います。はい、早速箱から出してみました。まず印象なんですけれども、毛が使われているってことなんで、結構光沢がある素材になっていると思います。アッパー全体は黒ですね、基本的には。こちらの材質なんですけども、牛の毛を使っているみたいですね。ブラジル産の牛の毛を使っているみたいです。で、それのカラーリングを、例えばヒョウ柄だったりとか、ここだと、シマウマ柄になるんですかね。こういう柄だったりとか、ヒール部分の柄だったりとかに色が塗られているそうです。実際見た感じ、本当にポップな感じがするんですけども、見た目は。ただ手に取ると、すごい高級感溢れる感じがあって、フォーマルな服装でも、遊び心のワンポイントとして、こういう靴履いてもいいのかなって思う仕上がりになってます。艶もものすごいあるので、見栄えもいいですね。はい。外側はこんな感じです。はい。で、素材は、1種類、2種類、3種類、4種類、5種類使っていますね。5種類のプリントが施されています。で、内側はこんな感じです。はい。内側も、外側と基本的には一緒です。で、終端ですね。終端はスポンジ系の素材になっていて、ここもちょっとツヤっぽい感じになってますね。で、ジャンプマンの赤いロゴが、刺繍されています。終端の裏には、インスティンクトと書いてあります。これ、左右同じものが終端の裏に付けられています。ヒール部分は、プラスチックの素材になっています。ヒールにジャンプマンのロゴとエアーが書いてあります。ここはちょっと浮き出る感じの作りになっています。結構このオレンジのような質感に黒いジャンプマンのロゴは結構目立つ感じかなと思います。で、アウトソールは、ジョーダンシリーズでは珍しいガムラバーソールが使われています。インソールは赤に白いジャンプマンのロゴが入っています。ちょっとそれでは履いてみたいなと思います。今回はナイキの
エアジョーダン3アニマルインスティンクトをご紹介しました。この手の材質のエアジョーダンは少ないと思うんで、このアニマルインスティンクトに関しても大切に履いていこうかなと思います。で、このアニマルインスティンクトなんですけども、ロサンゼルスで買いました。ロサンゼルスのザ・グローブというショッピングモールがあって、その中に入っているナイキのショップでゲットしました。日本だと、まあ、すぐ売り切れてしまうこのエアジョーダンシリーズなんですけども、まあ、ロサンゼルスとかであれば、まあ、ナイキのショップだったりとかにも置いてあることはあるので、まあ、これからロサンゼルス行く方とか、まあ、アメリカ行く方は、ぜひナイキのショップも、チェックしてもらえたらなと思います。価格帯は日本とそんなに変わんなくて、まあ、ちょっと安いかなぐらいの価格帯になっています。で、あと、今日ユニクロから T シャツが届いたのでこちらも紹介したいなと思います。映画の名作とのコラボで、これが2001年宇宙の旅のコラボの T シャツです。こういうロゴが入ってます。で、もう一個がこれですね、マトリックスの有名なシーンですね。はい、こちらがプリントされている T シャツです。で、最後がブレードランナーですね。ブレードランナーの T シャツです。着用してるのはインスタグラムとかにあげようかなと思っているので、まあ、よかったらインスタグラムの方もチェックしてください。エアジョーダンと合わせて着てることが多分あると思うんで、この動画ではスニーカーをはじめ、自分が気になるものを発信していきますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとサイズ感とか気になることとかあればコメントしてください。ではでは、さようなら。